はい、こんにちは、坂上です。今日はですね、公衆 Wi-Fi を安全に使うというお話をしてみたいと思います。これはですね、以前外で iPhone を使うのは危険というですね動画をアップロードしたんですけども、その後ですねオリンピックの関係もあってですね、街中でですね使える Wi-Fi がですねたくさん増えてきたみたいです。まずですね、公衆 Wi-Fi、公衆 Wi-Fi っていうんですかね、例えばですね、Mac とか、そこのですね、カフェとか入った時に使える Wi-Fi とかっていうのが出てることもありますよね。そこでパスワードを入れて、Wi-Fi につなげるとか、もしくはですね、この定価で Wi-Fi を見るとですね、たくさん Wi-Fi が街中に飛んでいることがわかると思います。Wi-Fi をですね、つなげて使っていた方が、契約のデータ量ですね、例えば5ギガ契約であれば5ギガというか、そちらの方が減っていかないので、そういう意味ではできるだけ Wi-Fi を使った方がいいと思うんですけども、公共の Wi-Fi の場合は、他の人もその Wi-Fi につなげてあるわけですから、自分が使っている iPhone の中身をですね、見られたりするという危険性もあるわけですよね。それでこの前お話したのはですね、VPN というですね、設定をするとですね、安全に使えるということでお話をして、その時はですね、タウン Wi-Fi というアプリを使ってやる方法を説明しました。その後ですね、私はタウン Wi-Fi をですね、ちょっと使いづらかったのかなんかでですね、今は使っていないんですけども、他のアプリを使っています。それとですね、iPhone の設定の中にもですね、VPN 設定というのが項目がありますので、そこも一緒に説明したいと思います。それで VPN というのはですね、この前の説明で、例えばですね、その友達が言ったのは、これ、はがきと封筒の違いでですね、例えば郵便局員さんで悪い人がいてですね、こういうはがきとか封筒を仕分けしているときに、はがきだと中身がこれ見えちゃうわけですね。ですから中身を見られる可能性もあると。でも封筒の場合は中がですね見られないようになっているので、こちらの方がそういう意味では安全なわけですけども、それがですね VPN というですね設定だというようなお話を例えでですねしましたですけども、その方はまずですね、今私が使っている Wi-Fi のですね Wi-Fi を安全に使うためのアプリですね、それはですねどれかというと、この Wi-Fi プロテクトというものになります。トップ画面はこんな感じなんですけども、ここでですね今、Wi-Fi がですねここにつながっている状態になっているんですけども、この接続している Wi-Fi 保護するというスイッチを押しますとですね、ここにですね上に Wi-Fi のマークの上にですね VPN という表示が出たと思います。これにしておくとですね、安全に Wi-Fi が使えるということです。この下のですね、次回からこの Wi-Fi 接続時に自動保護するっていうスイッチをですね、オンにしておくと、例えばここに来た時、またはですね、お店に行ってそこの Wi-Fi を使って、この VPN のですね、保護をした時にですね、そこに入った時に自動的にですね、Wi-Fi につながって、保護するという形になるみたいです。それでこのですね、Wi-Fi プロテクトというアプリなんですけども、これはですね、どんな感じのアプリかというとですね、ここにですね、Wi-Fi 接続時にですね、こちらの方の Wi-Fi プロテクトさんがですね、提供する暗号化サーバーを経由してですね、ネットをすることで盗み見などを防止する機能だということです。で最初ですね、この確かアプリを、ダウンロードした時に、このダイアログであろうっていうのが出るので、そこをですね、タップすれば、使えました。でこれ利用料金は無料なんですね。特に課金とかもなくてですね、無料で使えます。 VPN というのはですね、どういうことかというと、この保護する機能のために iOS が提供しているですね、設定になると。でこちらの設定を許可していただくと初めて保護することができますということなんですけども、これはですねどういう感じかというと、この設定ですね開きますとですね、ここに VPN のスイッチがあるんですね。でこれはですね、先ほどのこちらの方のアプリの方からも、この保護するスイッチで入れられるんですけども、こちらの設定からもですね、ここをオンにしますと、上に今 VPN がついたと思うんですけども、こういう感じでですね、保護ができます。それでこれがですね、この一般を見ますとですね、一般の中にもこの VPN というのがあるんですね。ここを開きますと、今その Wi-Fi プロテクトのアプリと紐付けてある
ので、ここでですね、VPN の方のスイッチで入れますとですね、ここで VPN に接続ができます。こちらの方のですね、要するに、iOS の方の VPN と紐づくということですね。これはですね、特に私設定した覚えはないんで、まあ、このアプリを入れるとですね、自動的に紐づいたんじゃないかなと思います。もしくはこの一般のですね、この VPN のこの VPN を追加というところをタップしますと、この Wi-Fi プロテクトのアプリに紐づくんじゃないかと思います。それで先ほどのですね、この Wi-Fi プロテクトもう少し見てみますけれども、それすべての Wi-Fi が保護する対象になるということで、まあ、こういう自宅の Wi-Fi も保護できますよということですね。ただ、携帯の au とかドコモとかソフトバンクの通信ですね、回線通信は保護することはできないということです。それでですね、公衆 Wi-Fi 以外の自動保護も可能ということで、まあ、これはですね、アプリ開いたときに先ほどのですね、説明した自動、今後これを自動保護しますかというところをオンにしておくとですね、自動的に保護されるということです。それをですね、解除する場合はですね、ここの設定のですね、このチェックをしてあるものがですね、自動的に保護されるような保護されるものになりますので、ここをですね、チェックしておけばですね、自動的に入った時に保護ができたり、その保護を解除することもできるところ。それあとですね、この Wi-Fi プロテクターの注意点ということで、保護する際にですね、まあ、この Wi-Fi プロテクターさんの方が提供する暗号化サーバーを経由することになるので、まあ、通信速度が落ちるというふうに書いてありますね。でなるべく通信速度を落とさないような仕組みを向こうでもやっているんですけども、速度が気になる場合は、まあ、保護をやめてくださいというふうに、書いてあります。私使っていて特に速度に対しては気にはならないんですけども、そういう感じみたいです。ちょっと速度は今測れるのでやってみましょうか。今ですね、 Wi-Fi プロテクトでここの通信は保護してないので、上とか VPN とかっていうの出てません。あ、バッテリーいつも少なくなっちゃうね。でこれでですね、ちょっと今速度が測っています。お、出ますね。180、190、今の状態で190ですね。それでじゃあ Wi-Fi プロテクトをオンにしてみましょう。これで今接続している Wi-Fi を保護します。これで今保護されました。じゃあこれでですね、速度をちょっと測ってみます。まあ、今ちょっと見ていって分かると思うんですけど、それほど変わってないと思うんですよね。こんな感じで使えるアプリです。これからの時代ですね、やはり公衆 Wi-Fi を使ってですね、Wi-Fi につなげて、まあ、iPhone を操作するとかっていうことも多くなると思いますので、まあ、このアプリ入れておくとですね、まあ、安全に公衆 Wi-Fi が使えますので、ぜひですね、試してみてください。ということでですね、今日はですね、公衆 Wi-Fi を安全に使うというお話にしました。この動画がいいと思いましたら、このいいねボタンとですね、ぜひぜひチャンネル登録お願いいたします。それではまたありがとうございました。失礼します。